このピッチ 68m の幅を大きく使うというのは山口去年からチャレンジしているところです。さあペナルティーエリアの中シュートを打った、決まった。先制ゴールは14番の吉浜の左足から生まれました。ホームの山口先制。いや新加入の吉浜、山口ファーストシュートでゴールを決めていきました。そうですね、今のはもう吉浜選手の得意の左足からのシュートですし、ええ、いいところにボールが落ちましたよね。これ最初山下選手うまくこう体入れてこぼれたところ、そうですね、もう本当狙いしましたシュートですよね。うまく左のインサイドでうまくカーブをかけてっていう形ですよね。コースを狙ったシュートですね。